廊下はほどなくして終わり、はしごが天井に伸びている。天井に設けられた蓋は開けっぱなしになっていたので、あなたははしごを登った。その先は個人の部屋だったらしく、簡素な家具が置かれている。そしてあなたが出てきた穴はもともとベッドの下にあったようで、脇には横倒しになったままのベッドがあった。壁にかかっていた肖像画から察するに、ここはもともとシェップの部屋だったようだ。彼はここから秘密の部屋へ避難したが、この入り口は見つかってしまったのだろう。あなたは蓋を閉じ、ベッドや他の家具で重しをした。これでしばらくゴブリンたちも追ってこられないだろう。逆にシェップを危険にさらすかもしれないが、そこはあの魔法の扉を信じるしかない。さて、部屋はかなり荒らされてしまっているが、この部屋を調べてみることもできる。